では、発表させていただきます。発表の前に、開始前、アナウンスさせてください。Code for Japan Summit にご参加いただきありがとうございます。セッション開始前に、Code for Japan のイベントにおける Code of Conduct、行動規約、プライバシーポリシー、そして参加いただく皆様へのお願いをご案内させていただきます。Code for Japan Summit は、セッション登壇者、運営スタッフ、そして参加いただいている皆さんと共に作るイベントです。お互いに敬意を持って価値観を認め合いながら建設的に意見を交わせる場となるよう、それぞれが文化的および個人的なバックグラウンドがあることを理解するよう努めましょう。オンライン開催でトラック数も多いため、スタッフが気づけないこともあります。サミット中に気になること、心地よく参加できないと感じることが起きた場合、どんなに些細なことであっても、サミット運営スタッフ、あるいは担当者にメールやスラックでお声掛けください。シビックテックを知り、考え、行動の一歩となるサミットになるよう運営します。共に考え、共に作るサミット作りにご協力をお願いします。続いて、サミットにご協力いただいている皆様と主催共催のご紹介です。特別共催のオクタ様、協賛の UD トーク様、インフォラウンジ様、グラファー様、ストロリー様、自動処理様、官民競争ハブ様、協力のイモ様、インティラック様、アバンデータテクノロジー様に協力いただいております。皆さんありがとうございます。主催は Code for Japan、 共催は東部エリアの Code for Brigade 6団体で行っております。YouTube 詳細欄に各種 URL、 アンケートを記載しております。運営スタッフの今後の励みになりますので、アンケート記入のほどよろしくお願いします。それではサミットお楽しみください。ということで、発表させていただきます。改めまして、私、現在はですね、株式会社ファイアテックの代表を行っております、渡辺レオと申します。この表題にありますとおり、元消防職員の挑戦ということで、私自身ですね、14年間消防職員として、行政側の職員として勤務しておりまして、で、2年半前にそこの勤めていた消防組織を退職いたしまして、スタートアップのエンジニアサイドに転職をして、自分でコードも書きながら、皆さんと一緒にチームになって、そのプロダクトをアジャイル開発してきたというバックグラウンドがあります。本日ですね、発表させていただく内容で、私の方で今、こういうことをやってるよっていうのを、まず、現時点でお話しさせていただくんですが、その後、またバックグラウンドですね、どういうふうな形で、私の方がシビックテクにこう関わって、行動してきたかということをお話しさせてもらって、もう失敗、挫折、こうじゃ、こうではなかったのオンパレードなので、そこのところを、お話しさせてもらって、あとは、ディスカッションだとか、質問だとかにお答えをして、レオがやれるんなら、なんか私もできるんじゃないかなとか、こういう失敗してた人も、楽しく生きてるんなら、私、そんなに怖がらなくていいのかななんて思っていただけると、嬉しいです。はい。ということで、始めさせてもらいます。消防業務にテクノロジーを使ってより多くの人を救いたいというところで、ボーテンマルというサービスを今作ってるんですが、このサービスをまず、メインにお話しさせてください。私の、設立した株式会社ファイアテックっていうのは、ファイアステーションとテクノロジーを掛け合わせた造語なんですが、消防業務にもっとテクノロジー使おうよと。もう私、行政側にいたので、もう、わかるんですわ。紙だとかペンだとか使って、あんまりテクノロジー使ってないよな、だとかっていうのは、もう行政職員なら誰しも知ってるところで、それにテクノロジーを使うことで、より多くの人を救えるはずだというふうに、思いまして、
退職をしまして、作った会社です。でですね、その、まあ、テクノロジー、じゃあどこに使うのかっていうところなんですが、もういろいろなところに今使えると思っていて、その消防の知識と、ICT テクノロジーを組み合わせるところなんですが、じゃあどこに使うのかって言って、私が今取り掛かってる、私どもが取り掛かってるのが、この防火管理っていう業務なんですね。で、その防火管理っていうのをスマートにしていこうっていうふうにして、開発しているのが、この防天丸っていうサービスなんですね。じゃあ、防天丸って何やんの？何をあなたじゃあやってんの？っていうところなんですが、防火対象物点検っていうところに、まあ、フォーカスしてやってるんですね。じゃあ、この防火対象物点検何なのかっていうと、発端になってるのが、2001年の9月に、新宿歌舞伎町で、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、まあ、ビル火災で44人の方が亡くなられたんですね。で、その時にですね、階段に物が置かれていて、もう避難経路になるべきところが、まあ、出火をして、そこが燃え口になって、まあ、多くの方が死んでしまったと。まあ、要はきちんと管理し、きちんとというか普通に管理していれば、あれほどの被害は出なかったというところがきっかけになって、今までも自主的に管理してくださいねというふうにやられてたんですが、この事件をきっかけにもう全国で、自分たちだけじゃなくて、その点検の資格者さんにある一定規模のビルのテナントさんは点検してくださいねというふうに呼びかけたものが防火対象物点検という、まあ、点検になってます。で、ただですね、これやってもらいたい中小ビルのテナントさんの実施率っていうのは、まあ、そんなにやられてないんですね、のが現状なんです。で、そこをまあ紐解くとですね、その点検費用っていうのがまあかなり高額になっていると、まあ、そういう側面がありまして、じゃあそのコストって、じゃあ点検資格者さん、どこでかかってるのかっていうと、その報告書の作成だとか、その情報管理だとかっていうので、まあ、かなり、煩雑になってるんですね。で、この煩雑になってるところをコスト下げることで点検費用も抑えて、いければこの防火対象物点検っていうのをやって、まあ、多くの人を救えるというふうに考えて今開発をしております。ボテマルの特徴なんですが、何なのかっていうと、スマホまたはタブレットの方にこのインストール資格者さんが入れていただいてですね、まあ、今までその点検が終わると、その紙でメモったところを、まあ、事務所だとかに帰って、パソコンを開いてそのダウンロードしてきたこうワードだとかにこう書き込むということをやられて、いる現状なんですが、この防天丸使うと、その業務っていうのがもうスマホタブレット上にこうタップをしていくだとか、まあ、極力少ない動作で、それがデータベースに保存されて、でそれが帳票に出力されて報告書が作成できるというものになります。これどういう効果がじゃあ期待できるのっていうところなんですが、まあ、1日1年1、2件ぐらいしかできなかったっていうのが3件、4件、まあ、1.5 倍から2倍の効率性を測れるようになるというところを私自身が現場の方に入らせていただいて、実際にその中で開発をさせていただいております。でそうすることで、まあ、低コストになり、しかも低コストだからといってレベルが低いわけではなく、そこの間接的な費用を抑えることで、まあ、適切な点検が可能になってくるというものになります。で、まあ、そういったところから今その防天丸っていうのを使って、防災減災っていうところに挑戦をしているところであります。で、私は少しバックグラウンドをお話しさせてもらうと、2つ特徴があって、まあ、1つ、まあ、消防やってましたと、まあ、いろいろなところでやってたんですが、まあ、実際の、火事場だとかっていうのは一番多かったです。でですね、私自身大学は文学部哲学科だったんですけど、それでですね、2015年の9月ぐらいまで全くプログラムなんてわからない
最初になんか本を読みながら作って、そのプリントっていう確かワードでこうハローワールドみたいなのを書いたところがあるんですが、今エラーで動かなかったと。でプリント、なんで出ないんだとか思ってみたら、プリントがプロントになってたとか、そこで2時間溶かしたとか、そういったところからスタートしたんですが、自分自身で、システムを作れるように、猛勉強しまして、35ぐらいからですね、作りたいと、自分でやりたいと、やって、猛勉強して、自分で今システム作れるように、コードも見れるようになった。ようになりました。で、これをですね、どれだけじゃあ俺、システム作れるようになったのかなとか思いながら、ハッカソンだとか出たところ、当時の防災担当の大臣の方から、表彰いただいたりだとかですね、アジアのコンテストだとかで入賞いただいたりというところになりました。で、これ、私がシステム構築すごいレベル高いとかじゃなくて、私、組み合わせだと思ってるんですね。何が言いたいのかっていうと、システム組めるっていうところのレベル、そんなに高くない。消防実務経験っていうと、もう20年、30年やってる、もうめちゃくちゃすごいような、消防の技術は持ってない。だけれど、この2つを組み合わせるっていうことをすると、いい価値が生まれるんじゃないかなと思って、そのハッカソンの方では、いろいろ受賞もいただきました。で、今、現在、ボーテン丸っていうのを作っていけるっていうのは、システムっていうところの技術と、自分の、消防の体験、実体験ですね。実体験で、火災が起きるとこのようなことになるだとか、そこのところから出火するだとかっていうところを噛み合わせて、作って、おります。今後ですね、ボーテン丸っていうところは、その資格者さんだけにとどまらず、私ですね、消防14年勤めて、信念というか、これはもう、私の中では、でかい柱なんですが、事前対策と初期対応にも尽きるなと。人を助けられるのはもう事前対策、初期対応というふうなことを思い描いていて、防火管理者という方が、責任者になられて、店舗で言うと、飲食店の店長さんのような方々がやられてるんですが、日々、燃え草ないかとか、避難経路ちゃんとしっかりしてるかっていう、そういう地道な毎日の作業が、いざ災害が起きたり、大地震が起きたりだとかっていう時に、生死を分かつというふうに考えております。なので、この防火管理業務っていうところを効率化していくと。何を言いたいのかっていうと、その防火管理業務、消防全体そうなんですが、今までその紙でやられてたところっていうのが、いろいろ改善の余地はあると考えてます。なので、それをスマホ、タブレットで、もう簡単に、かつ効率的に防火管理業務が、どのような方でも、新任の店長さんでも行えるっていうところを、ボーテン丸の機能として組み込んで、この両者が、共同して行うことで、日頃の、防災力を向上するというところを、ボーテン丸で拡張していこうというふうに考えております。で、コロナになってですね、今までその消防署のところに報告書を提出しなきゃいけなかったんですが、その時に、ハンコを押してくださいというふうに言われてたのが、このコロナのところで、ガラッと変わってですね、ハンコなしで OK だと。デジタル庁さんですかね、いろいろ行政の組織の方でも、そのデジタル化がどん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 進んでいくことにより、今までうちらがやりたかったんだけれど、うちらというかその民間の方だとかやりたかったんだけれど、結局、ハンコだからそこが業務改善にならないみたいなところあったんですが、そこが一気に改善されてきてるかなと思っております。なので、そこのところで、ボーテン丸を使うと、その全部デジタルで完結できて、人との接触もどんどん減らしていける、いけるようなプロダクトを今、開発をしております。で、あとはですね、帳票ただ作れるのではなくて、もう一括して、そのワンデバイス、ワンアプリがあれば、もうすべてそこで完結できる、半自動で、あとはしっかりした体制が組める、経験を生かして、そのアプリを開発を行っていってます。
で、この御殿丸を使うことで、まあ、大切な人たちと共に生きていく日常っていうのをこう守りたいというふうに考えております。で、この大切な人たちと共に生きていく日常を守りますっていうのはどこから出てるのかというと、まあ、プログラミングを始めたきっかけになった出来事が起こって、まあ、その出来事っていうのは2015年の5月の某日ですね、当時2歳だった私の娘がですね、熱性痙攣って言って、こう、白目向いてブルブル震えたんですね。で、そので私はもうこれ死んでしまうと、家族が一人いなくなると思って、まあ、救急要請して、で、いろいろこの分からなかったもので、こう背中叩いたりとか、そういうアクションを取ってしまったんですね。まあ、その時に、事前対策、まあ、その知識をなかった、消防職員だったにもかかわらず、それを知らなかったっていうところで、適切な情報っていうのをもたらす、またはその防災だとか、減災だとかっていうのを、ただやってじゃなくて、そのやりやすい、自分たちに合った適切なところを誘導するというと、ちょっと語弊があるかもしれないんですが、それを使いやすくしたいというふうに思って、プログラミング勉強を始めました。はい。で、今もこう作っているところです。で、ボッテ丸の現在の状況っていうのは、まあ、以上になるわけなんですが、まあ、ここの、渡辺レオで、Facebook 検索していただいたり、まあ、冒天丸で検索していただくと、まあ、ホームページとかに飛ぶと思いますので、まあ、連絡いただければ、ご協力いただける方、コンタクトを取って、お願いいたします。で、今のがですね、その今、冒天丸の現在やってる発表になるんですが、まあ、このセッションはですね、その今、現時点で、私今40歳なんですが、その公務員を辞めて、スタートアップ始めて、今、まあ、ガンガン開発をして、事業を進めていくっていうフェーズ、まあ、初期のフェーズなんですが、まあ、そこのところを発端にしてですね、まあ、シビックテックっていう観点から、どういった経験で、経歴でこう今に至ったのか、まあ、今が決していいところではないと思うんですが、挑戦のフェーズなので、どういうことを考えて、そういう舵を取ったのかとか、渡辺さん、成功してきたのとか、っていう話をしていきたいと思います。成功じゃなくて、めちゃくちゃ失敗ばっかりなんですが、はい。というところで、ボテマルの発表は以上なんですが、私自身の、もう少し、こう、経歴等を、後ろに戻してお話しさせていただきたいんですが、で、その後ですね、今、司会担当してる、ぜひ、高橋さんに、お願いしてですね、ディスカッションしながら、過ごしていきたいと思うんですが、まずですね、私自身、よく言われるのが、経歴めちゃくちゃだと。文系の、まあ、哲学が好きだったので、哲学でその生きるとは何かとか、どう行動すべきかとか、まあ、そういったのをこうやってきたわけなんですが、大学時代もその大学行くのも、浪人しましたし、留年しましたし、就職するのも就職浪人しましたし、まあもううまくいかないことだらけの人生なんですが、ただ、自分自身で、おかしな経歴じゃないかと、その文系行って、消防行って、まあ、ボクシング、そこまでわかる、そこまでわかるけど、エンジニアかよみたいな、そういうところなんですが、私自身は、まあ、すべてつながってるかなとは思っておりまして、まあ、自分自身で内なる声というふうに自分で、言ってるんですが、いろいろそのいろんな人の話とか、これいいんじゃないとか、そうだよねみたいなお話されると思うんですが、心の中の内なる声っていうのは皆さん持ってると思うんですね。私も持ってます。で、それが表面に出るっていうのは、まあ、涙だと思っていて、
私自身、そのエンジニア、プログラムやるってなったきっかけは、やっぱり娘の、熱性けいれんというのに対応できなかった。で、それは、その、職の技術を磨くってはなくて、何を思ったのかっていうと、みんな苦しんでるなと思ったんですね。で、その親御さんだとか。で、私自身それをシステムで、まあ、解決、したいなと思っていて、まあ、プログラムしかないなと言って、こう、取り組んだわけですね。で、まあ、コメントとしても出てきたんですが、私、ボクシングもやってたんですね。まあ、ボクシングもなんでやったのかっていうと、もう端的に言うと、心の内なる声なんですよ。感動したんですわ。子供の頃に、まあ、某、夜にやってるところで、ロッキーっていう、てっていう、そういう映画があって、まあ、それを見てですね、まあ、感動したんですわ。感動して、私もそういう生き方したいなと思って始めたのがきっかけで、で、ボクシングはですね、40戦ぐらいこうやって、まあ、いろいろぶんな、叩かれたり、まあ、叩いたりしてきたんですけど、その、まあ、東京都のチャンピオンになったり、その全日本3位になったりしてきたんですが、まあ、思い出としては、今、WBA の世界チャンピオンになっているその村田亮太さんとも戦うことができて、まあ、それはもう非常に楽しい時間を、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。はい。まあ、そのボクシングもそうなんですけど、プログラミングもそう、まあ、全部そうなんですけど、まあ、いろいろあっち行ったりこっち行ったりして、大学もですね、卒業した後に社会人で、その今度は理系の大学院に入ったんですね。電気通信大学院っていうところで、まあ、そういったその何かプログラムやる、何勉強するっていう風になった時に、別に文系だからって言って別に数学勉強するなってわけじゃなく、で、理系だからって別に絵を描いちゃダメっていうこともなく、だと思っていて、まあ、自分で、何かね、心に湧き立つものがあるとするなら、あると思うんですが、そこのところを、いや、なんか年齢があれだしみたいな、環境があれだしみたいなところはもう重々分かって、私もそれもあるんですが、ただ心の声に従って、でそれをやっていくと、私の場合はいろいろ応援してくれる方が出てきたんですね。なので非常にありがたいことだと思ってますし、まあ、そういったまあ、チャレンジする人たちっていうのを、このCode for Japanサミットもそうだと思うんですが、まあ、いろいろ講演してくれる方々が出てきますので、まあ、何かチャレンジしたいな、そしてそれが今のキャリアだとか周りの期待だとかと全然違うところだとしても、心の中で、これはやりたい、感動したってなったら行動を起こす。で、それを、今のキャリアだとか、現自身で、やってきたことと組み合わすことで、まあ、いろいろな新しい価値が生まれると思っております。もう一つですね、まあ、紹介してなかったと思うんですが、これ今こう表示されているこの消防の絵があるんですけど、この絵はこの私が描いたんですね。で、その、まあ、これ台南消防局に、イベントに参加した時に台南でこう写真撮ったやつをこう見ながらこう絵を描いたんですが、その絵は何で描いたかっていうと、子ども自身、子どもの、その高校ぐらいの時に私漫画家になりたかったんですね。で、漫画家になりたかったんですけど、まあ、なれず、ただ、絵だとかストーリーを描くのが好きで、まあ、今でもこう描いてますわ。で、描いて、じゃあこれなんでその話したのかっていうと、まあ、いろいろ役に立つんですわ。いろいろ役に立ってて、その、このね、消防をやってたっていうのを自分でも絵を描けるし、
その絵を描くことで、その UI、UX の部分だとか、まあ、そういったところで役に立っていると。なので、心の中でね、その自分で今、感動したってなったら、その異文化、異分野だろうと、チャレンジ、今、40歳だろうと、50歳だろうと、10歳だろうと、20歳だろうと、感じたその心の声っていうのがもし聞こえてるなら、それに導かれていく、そうすると、いいんじゃないかなと私自身思ってます。はい、というところなんですけど、ここからですね、全然今まとまりなく一人でこう突っ走ってる感が満載なので、ここからですね、高井さん、お願いします。はい すごい、びっくりの、ちょっと今日実は、無茶ぶりです。はい、そうなんです。は全い、然これ打来まち合わしせた。もしてないですからね。はい、まあ、でも、はい、ちょっと経歴をお伺いして、もう本当にすごいなというふうに思いました。で、ね、失敗ばかりで。いやいや、文系だからダメっていうのは、同感でして、私も私はもうそういう前歴なくすべて、もう新卒からずっともう、システムエンジニアやっていて、30年くらいもやってるんですけれども、実はでも私も文系だったんですよね。ちょっと経歴をお伺いしたら、どうやら出身地も渡辺さんと一緒でした。まず新潟っすか。ああ、新潟ね。もう冬になると。新潟市ですね、しかも。あ、マジっすか。同じじゃないっすか。ああ、そうなんですか。まあ、国道8号線だとかの。そうです、そうです。やっぱじゃあ、ね。ちょっとその話は後でまた。まあね、この冬空のこの、いつも青空の見えない そうで空すみたいね。なね。そうですね。多分、渡辺さんは、まあ、その空を見ながら、いや、俺はもっとこう、いろんなことをやってやるんだっていう、こう、心に熱いものをずっと持ちながら少年時代生きてこられたのかなって今、お話聞いてて、思いました。まあ、そこまでそんな高いいやところいやいなやいや。く、ただ新潟って東京と比べると、その交通ね、地域わけじゃないんですけど、どうしても首都部と比べると、ね、交通機関が弱くて、私の住んでたところは電車が通ってなかったので、電車っていうその文明に初めて東京に出会い、なんていう便利なものがあるんだと。まあそんなでした。いや、でも本当にそうですね、すごくこう、自分に、なんていうのかな、壁を作らないで、本当にこう、どん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 こう開いていって、まあなんていうの、しかも口だけじゃなくて、本当にすべて実行に移してるというのが、本当に素晴らしいなと思いましたし、もう自分で本当アプリを作られたって聞いて、もうとにかくもうびっくりびっくりで、そう思うじゃないですか。もう、今の、世界って、私、前より作りやすいと思ってそうまです。すね。作りやすいと思ってます。確か YouTube に。だとか、まあ、いろいろな、ちょっと検索すると、出てくるんですわ。で、それを見よう見まねで、こう、やってると、あ、動いたみたいな、なってて、コミュニティもね、コードフォージャパンさんだとか、まあ、いろいろコミュニティもあって、私自身は、全然、初心者でも、プリント、プロントって書いても、何でも OK と、思ってます。私ね、本当にレオさんの素晴らしいなと思うところは、まあ、なんていうのかな、多くの人は職業が先に来てしまって、なんていうの、それで何をするかっていう、その先の目的が見えない方っていうのは、やっぱりすごく多いんですよね。学歴社会だっていうこともやっぱりあるのかもしれないんですけど、要は自分の得意なことを職業にしがちで、得意で入ったはいいけれど、一体会社に入ったはいいんだけど、その会社で、なんかどういうことをしたいかっていうのが、もうあまり自分で自分がわからないっていう、やっぱりそういう方がすごく多いんですよね。で、それから照らし合わせると、レオさんの場合というのは、そういうまさに娘さんの原体験っていうのがあって、その
娘さんのような方を助けるための、まあ、アプリを作りたいっていう、もともとそもそものそういう目的があるので、そこからこう技術を身につけて、本当に開発に持っていくって、本当になんかもう素晴らしいというか、それが目的っていうのはきちんと明確だったからこそ、そういう目的というか目標ですよね。そういう明確だったからこそ、その情熱でこう、ここまで来れたのかなっていうふうに思ってて、本当に素晴らしいなと思いまああ、す。ええ、とんでもはないです。い。ただですね、不明瞭じゃないですか、言うても、そのスタート時点で。でも、やれないのかなとも思ったんですけど、やってみたら、やってみる人たちに、いろいろな外部の人たちって助けてくれるんですよ。だから、これやりたいって言って、いや、お前、文系だろみたいなのって全くなく、ないですね。おお、そんな頑張ってんだったらこれやれよとかってそうですなね。るので、そこのところで自分で、いや、俺はこうだからっていうのは、やって、できないこともありますよ、もちろん。できないこともあるかもしれないんですが、やってみて、3ヶ月ぐらいやってみると、ほぼほぼ答え出るんじゃないかなと。そうですね。私自身も、めちゃくちゃ失敗してきましたし、今も全然レベルは低い方なんですけど、事実として、アプリの開発を、自分でやれて、それを、ストアとかに出せるっていうのがすごいとかじゃなくて、やれるっていう事実として、全然、線引く必要ないよと。線引く必要もないし、周りの方から、渡辺さんってね、もうがたいから、バリバリそういうので活かせって言われるかもしれないけど、それはありがたく受け取ったけど、自分の心の中で、何かがあったら、そこですで、ね。ね、そうです動ね。くのが、いいのかなと。いい失敗めちゃくちゃするし。今、ちょっと質問が来ていまして、レオさん的に、どの言語かやるとしたら、初心者の方がやるとしたら、どの言語がおすすめでしょうかっていう話です。どこでもいいんですけど、私は SWIFT から入りました。なぜなら、なるほど。iPhone アプリ作りたいなと思ったから。そこも明確ですね。本日はもう線引きされてるんですよ。アップルが作った言語なので。なんで、レールが引かれてて、で、かつ、SWIFT って新しい言語なので、みんな知らないですよ。みんな知らないって怒られるかもしれないけど、スタート時点のラインがみんな用意ドンは同じなので、SWIFT で、やったのは俺いいのかなと。で、今、Swift UI っていうのめちゃんこまた簡単に作れるようなのをアップルが出して、で、そのやり方も、動画で、検索するといっぱい出てきますよ。俺がね、使ってたのは、Let's Build That Up っていう、有名な Swift の学習サイトみたいなのがあるんですが、それとかね、見ると、やりやすいですわ。あと、私の場合は、全くゼロだったんで、本見ても何が見せたかわからないんですけど、動画だとね、良かったです。動画だと、一個一個こうやって、ああ、ミスった、プロントになった、みたいなのが、ああ、プロントじゃなくてプリントだった、みたいなのを、その場で見れるんで、初心者には動画がおすすめ。で、体系的に、そこから、自分がやってきた、のは、こういうロジックになってて、みたいなのを見るのは、書式でもいいかもしれないです。健太さんがフォローしてコメントを入れてくださいました。そうですね。Let's build that up ということで、まあ、ちょっとここがレオさんのおすすめということです。別に、全然。動画で、でもあれですよね、学校にも行かれたんですかね。学校もね、行きましたね。某学校なんですが、そこの、学校は、起業家養成っていうところがあって、エンジニア、ベルクベールを使うんじゃなくて、エンジニアは手段で、エンジニア使って何かやりたいことをしようよっていう、まさにドンピシャなところだったので、で、
そこで、まあ、今もそういうコミュニティのところで、いい仲間とやれてますわ。はい。そうですね、本当、そうですよね、なんか手段と目的っていうのが、まあ、ちょっとね、前も言いましたけど、逆になっちゃってる人が多い中、なんかもう、目的が先に来ていて、そのためには、もう手段を選ばずに、もう突っ走るという、そこが、なんかさっきから私も言ったんですけど、レオさん、かっこいい、かっこいいってコメントがたくさん見られるんですけれども、まあ、でもね、全然かっこよくないんですよ。いや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 。そう、その苦労してもちゃんとこうね掴んでるとこがやっぱかっこいいかなと思って、スマートにやれちゃうと、いや私にはできないよっていう人がね、やっぱどうしても出てきてしまうので、そういったね、本当に大変だったけども習得できたよみたいなお話を聞くと、まあ、どなたにもすごく勇気づけられると思いますし、なんかこのコードフォージャパン的にも、そういった方をどんどんやっぱりね、ただのエンジニアっていうのはいいんですけれど、今日お給料もらってね、働いて、その自分の技術を提供してでもいいんだけれども、やっぱりどちらかというと、ちょっと起業家マインドというか、そういったものがある方の方が、やっぱりこのコードフォージャパンの、その、なんていうのかな、やっぱりその、趣旨というかね、コミュニティとして、コミュニティのメンバーとしては、本当に、まあ、まさにもう、なんていうのを、ね、レオさんみたいな方、本当、そういう方は、本当、素晴らしいというか、ぜひ必要な存在だなというふうに思います。はい。まあ、はい、あ、どうもありがとう。はい、申し上げてもらって、まあ、自分では、そんなのじゃないとか思いな、思ってるんですが、ただ、その、今、高橋さんの、言っていただいたトピックの中で、その垣根みたいなのがあるじゃないですか、やっぱりエンジニアじゃないと、うん、作れないみたいな、そうですね、あるんですが、もうちょっとこうブレイクダウンしてみましょうと、じゃあエンジニアって何なのっていうと、もっと漠然としてませんかって私思うんですね。先ほどそのもっと深掘りして、じゃあ何からやって、じゃあスイートで、スイートで何がいいの、じゃあスイート何がいいのみたいな深掘りをもうちょっとしてみると、あれ案外なんかやれんじゃねみたいな、なるんですわ。で、別に Excel でもいいんですよ。で、私、体験として、やっぱ行政やってると、業務改善イコール、まあ、Excel だと思って、はい、Excel しか使えないんですもん。その、はい、小数書きようがないですから、はい、VBA しか、はいはい。だけど、その、Excel で業務改善ってめちゃくちゃできるんですよ。できますね。はい、で俺、その消防職員にいたとき、めちゃくちゃ感謝してるんですが、そのポジションを確保できたっていうか、私自身もその別に楽しく仕事やれたっていうのは、いくらでも業務改善できたんですよ、結果としても。今、いろんな方が、コードフォージャパンサミットで、行政職の方いらっしゃったんですが、全然委託するよりも、スピードも速いし効果も出る。でなぜそれがやれるのかっていうと、自分自身の経験がある、それをシステムに落とし込める、システムに落とし込むっていうのは別に Excel で限られた範囲でも実際、まあ5、6時間ぐらいかけてたものをその2、30秒ぐらいでもできるの、もうできるんですよ、でそれは Excel 使える、で Excel 皆さん使えるよねみたいな感じで、でちょっとそのまあ入力はできるよねみたいな、見たことあるとかそういう方とかってあれば、別にいくらでも業務改善できると思います。はい、そうですね。まあ、急にね、プログラミングの世界に飛び込むのがちょっとっていう方は、本当に Excel のでまずちょっといろいろやってみて、効率をちょっと高めて、その面白さからに気づいていただけたら、ちょっとまあ、ね、ぜひ、プログラミングの世界にでも少し手を出していただけると、そんな、私も、本当に、若い人を、まあ、若い人って言うけど、全然もう40歳でも全然若いと思うんですよ、私は。小泉さんではありませんが、本当80代の方でもやってるくらいなので、40代なんてもう40歳なんてもうめちゃめちゃ若いんですよね、そう考えるとね。で、はい、そうなんです。私は全然40代でも50代でも私はもうやれると思っていて、特にやっぱおっしゃった通り、今はそのパーツが揃っているので、非常に入りやすいんですよね。本当に私が新卒の頃っていうのはもう、
画面が黒かったっていう、本当黒い画面しかなかったみたいな、本当に C 言語みたいな、そうそうしかなかったというような時代でしたけど、今はそうではなくて、本当ウェブ上でできたりとか、いろんなことが揃っているので、ちょっと怖がらないでも、本当、ね、ね、ちょっと手を出して面白さに気づいたら、ぜひ自分が、なんていうのかな、社会がこうだったらいいのに、まあね、市民生活がこうだったらいいのにっていうのに、ちょっと見つけて、全部自分で完成させなくても私はいいと思っていて、ちょっとね、プロトタイプ作ってみましたと。こんな感じでちょっと小さく作ってみたんだけど、ね、それこそうちのコードフォー仙台とかに、まあそういうの相談いただければ、ちょっとじゃあなんかアイディアがすごく良さそうなんで、じゃあちょっと協力してみようかと、ちょっとまあそういう話にも本当なると思うので。そうですね。私、ある方から、スモールウィンっていうのは大事だっていう話を、すごい、自分の中で腑落ちしたんですね。で、何なのかっていうと、高い目標を掲げるんですけど、そんな目標って、一撃で叶うほど甘くはなく、だけど、スモールウィンっていうのは、できると思ってます。で、スモールウィンって何なのかって、例えば、エクセルで言うと、if 文そうで法。すね。だからスモールウィン。で、何かやりたいっていうのが、目的ならば、それはエンジニアリングを使うってことではないですよね。だからそれは手段ですよね。だから、そうですね。何かの目的があって、じゃあそのため、じゃあ、エンジニアリングだったらいいんじゃないって思って、で、そこからまた、そのスモールウィンっていう自分でできるところからやって一歩前進、エンジニアに会えたとか、サイトを見つけた一歩前進スモールウィンって ところで積み重ねると、長い目で見ると、それがその自分の目的につながっていけるはずだというふうに私自身も思ってます。あとね、一つ、エンジニアの方に、語弊がないように言うんですが、初心者の方がそのエンジニアの人に出会って教えてくださいって言った時に、私自身がたびたび遭遇して、全然誰も悪くないんですが、エンジニアの人って教える専門家じゃなくて、もちろんコードを書く専門家なので、自分のその知識っていうのをお話しして、で、そこで、挫折する方結構多いと思ってます。なので、確かに。初心者の方がエンジニア、そこで、ああ、全然話ついてきねえ、わかんねえわ、とか思うのは、もう当然、至極当然、俺もそう思ったっていうところで、じゃあ、終わりかというと、そうじゃなくて、それね、スモールウィンじゃないんですよ。それ、ビッグウィンなんですよ。そうですね。そうですね。そこを目指しちゃう必要なくて、エンジニアの話ついていけないのは、それはもう、しょうがないので、で、エンジニアの方も、なんていうのかな。もう自分といきなり同じレベルに引き上げようとしても、それはちょっと、やっぱりね、それはもうちょっと順番が違うなとやっぱり思うので、技術を学びたいじゃなくて、その目標の実現の仕方を学びたいんですよね、多分。そうですね。で、そこのところで、そのエンジニアの方としても、自分たちが持ってる知識っていうのを、ちゃんとそのベクテルを揃えなきゃいけなくて、そのベクテルっていうのを、その課題を持ってる、ペインを感じる方と一緒にやることで、まさにその、コードフォージャパンで向きと同じなんですそうでが、すね。共に作るっていうところに行き着くので、そこのところを、敷地が、共に高いと、どっちかが潰れるの そうを、ですね。往々にしてあるので、もっと、ちっちゃくていいよと。そうですね。ちっちゃいところから、で、積み重ねでいくっていうのは、私が大切だとは思います。そうですね。本当に、それで、その成功体験をもとに、まあ、自分にもできるんだって自信がどんどんついてくるので、そうですね。まあ、それは、本当に、おっしゃる通りで、エンジニアは作る方の人なので、エンジニアイコールの講師ではないことは、本当にその通りだと思っていて、やっぱ、教えるの上手い人は、もうそこが違うんですよね、本当ね。そうですね。エンジニアの人でね、やっぱ素晴らしいなと思う方は、それも語弊があるかもしれないんだけど、エンジニアだけどビジネス態度が分かってるとか、エンジニアだけどめちゃくちゃ UX にこだわってるとか、そういう自分の垣根をやっぱり超えてる方っていうのはめちゃくちゃ尊敬しますし、やっぱり素晴らしいプロダクトを生み出してくるっていうのは、一緒にその仕事していく中で、そういった方っていうのはもうめちゃリスペクトし、するような方ですよね。垣根を越えるっていうね。だって、
エンジニアしてりゃいいわけじゃないですか、そのレベル高いし。そこを利用したい。だけど、よくよく考えると、その、エンジニアドリブンっていうか、エンジニアだけが目的じゃなくて、エンジニア手段として何かの問題解決したいっていうところに軸足を持ってったならば、自然とそういう道になっていくと私は思ってるんですね。で、そこは、あれ、俺専門外じゃないっていう人もいて、めちゃくちゃ、つぎ込む人も、それは別に良くて、それをこう、オーガナイズする方がいてくれれば全然いいんですが、そこのところ、いや、これもうちょっと学びたいと。まさにその、共に作る、考え共に作るっていう思考の人たちにはいっぱいいるので、まあ、そういった方たちにはもうぜひ、もっそうとでそすの活ね。動していってほしいと思ってそうでますす。ね。まあ、多分おそらくレオさん、今回のセッションで一番教えたかったことは、僕と一緒に開発しましょうってことで。連絡してねっていう。連絡、で Facebook、も、はい、友達申請してね。そうですね。でも呼びかける場が本当にとてもいいと思います。このゴルフ・オージャパンのサミットの中で呼びかけるっていうのは、本当にまさにターゲットをちゃんと分かってらっしゃるなという。そうなんですよ。ありがとうございます。なんどうも。か時間もちょっと少なくなってきましたが、大丈夫ですかね。なんか話が、おっしゃりたかったことがブレてたりとかしません？い大や、丈夫ですもか？う、高橋さんが言うとしていただいたので、着ああ、手しました。よよかっかったたです。はい。あっち行っちゃったり、こっち行ったりするんで。そうですね。質問の中でやっぱりシープラプラ言語で挫折しちゃったんだけど、いや、なんか、スイッ大チ丈夫。はやってみようかな、みたいな、俺も挫折する、多やり分。ましたので、ぜひぜひ。はい。まあ、これも俺ね、語弊があるかもしれないですけど、モダン言語の方が俺いいと思います。そうですね。そうでシーすね。プラプラもモダンだって怒られるかもしれないけど。いや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 、やっぱりそういうこと考えると、まあ、ちょっとその一皮むけない、まあ、時代の言語だったかなと思うので、やっぱりね、ちょっとハードル高いですよね、やっぱ C とかって、ちょっとね。はい、それはこのすごく。自由度がね、自由度とそのトレードオフなんですけど、そうですね、自由度があるんですけど、学ぶのは大変というところがね、そういうところがありますね。ちょっと思います。ということで、皆さん、ぜひ、レオさんのチャレンジにジョインしましょう。ね、子ども仙台の方とも、ちょっとまた、ちょっともし可能であれば連携し合って、俺、実は、たいですね。大師さんともいろいろお付き合いあるんで、また、仙台さんともお付き合いお願いします。ありがとうございます。はい。はい、どうもありがとうございおま願いししまた。す。なんかもう、すごいですね、コメント欄が本当に、すごく、甘いっすか？ボンボン来ていて。甘いっすか？ なんか全然の。いや、本当に反省を、すごい、激動の反省をお話しい激た動だのき、ね。本当に、で、行き着いたところが、アプリケーション開発という、なんかもう素晴らしい、本当、私はもうなんかもう嬉しくて、ちょっとね、もいや、もう、う、出それ資も以出た上、し、それの、5倍ぐらい失敗してます。それがいいん大で丈夫か、す。こいつ、みそれたがいいんですよ、本当。はい。はい、どうもありがとうございましいな。まあまあ。ありました。た。じゃあ、失礼しはまい、す。レオさんは、じゃあ皆さんも、じゃあ、よろしくお願いします。